これが趣味の渓流釣りの道具になります。で、今まで熊に3回山の中で遭遇してまして、で一番近かったのが5、6メートルだったかな、もうちょっと近かったかな。もう向こう立ってましたから、慌ててナイフ抜いて身構えたんですけど、向こうびっくりして逃げてってくれたんで助かったんですよ、その時は。普段だったら、まあ先にこっちのスプレーで、これクマ撃退スプレーなんだけど10メートルぐらい飛ぶんですよね。それでこう追い払うみたいな感じだったんだけど、イメージでは。でももういきなり5メートルぐらいだったんで、もうこっちを抜いて応戦するしかないなっていうフィーリングでしたね、その時は。で、このナイフはバークリバーのブラボーピックスティッカーっていうナイフなんですけど、おそらくあの仕留めたイノシシとかの最後のとどめで血抜きとかで使うんじゃないかな。ここにこうスリット入ってますけど、多分これ肉に刺して空気がこう入ってるから抜けやすいんじゃないですか。刃渡りも22センチぐらいあるんで、まあクマと戦うにはまあちょうどいい長さじゃないかなと思って、短いと多分効かないと思うんですよ。多分体内に入んないっていうか、脂肪と筋肉で止まってしまって、それ維持をさせなきゃならないんで、命を守るためにはこの長さが必要じゃないかなと思います。で、以前聞いた話でクマにナイフ刺したんだけど、おそらく筋肉が硬直するんですよ、その刺された部分の、クマの筋肉が。そんでナイフをグッとこう締め付けてしまって抜けないらしいんですよ。で、結局その方はクマに刺さったまんま、クマが逃げてってナイフをロストしたらしいんですけど、まあ、そうならないためにもこう引っ張るパラコードで編んでるんですけど、持ってかれそうになったらこれで引っ張って抜くっていうイメージで、まあ、つけてるんですけどね。あとグリップですね、滑らないように。最初これ買った時ツルツルの綺麗な木だったんだけど、まあ、綺麗だったからまあそのまま使いたかったんだけど、なんか滑るんですよそれが。で、まあ、しょうがない、もったいないなって思ったんだけど、ハンダゴテで穴開けてもう全然滑らないです。多分いいと思います。ベルで存在をアピールして、それでも近寄ってきてしまったらこれを使ってスプレー、もうどうしようもない時はもうこれで身を守るしかないと思います。で、このナイフなんですが、刃渡りも22センチでしょ、銃刀法的にどうなのっていう疑問が残りますよね。で、そこら辺の疑問を解消したくて警察署にこれ持参して お話伺ってきました。そうしたところ、正当な理由があるかないからしいんですよ。正当な理由、まあ、キャンプだとか釣りだとか、そういう目的のために携帯してる分には問題ないそうです。処罰の対象にならないそうです。が、しかしそういった目的がないのに携帯してたり、車の中に置きっぱなしにしてたりすると処罰の対象になると。5センチ以下の刃物も同じだそうです。正当な理由があって所持している分には処罰の対象にならない。そういうものがないのにポケットの中に入れてたり、車の中に置きっぱなしにしてたりすると処罰の対象になるそうです。あと護身目的とかそういうのも処罰の対象になりますので、お気をつけください。またよろしくお願いします。